いということで、いろいろ回ってここまで来ました。峠は越えた。ヒュオハリムとどう向き合うかを考えているのか。そのことだが、やはりこれまでのように接しようと思う。あ、本当。いや、家来として使えるという意味ではない、うん、あの人を一人の仲間として考えた上での話だ、うん、私はずっと誰かを守ることを務めとしてきた。だが仲間もまた守り支え合うものだろう、うん、何も変わらん。結果的にやることは同じか。あんたがそれで納得してるなら口出すことじゃないが、お前たちとどう付き合っていくかについても考えていた。俺たちと。私のこの旅の目的はメナンシアの外敵を取り除くこと、そして外の世界で得た知見を持ち帰り役立てることだ、うん、そのために仲間に加えてくれたのは感謝しているが、私から何がしてやれるだろうかと思ってな。別に気にしなくていいさ、戦いでも助けられているしな。いや、それでは私が一方的に。とは悪い、なんか妙に腹が減っちまって釣りする。そういえばお前たちは野外での食事はどうしているんだ。だいたいシオンが作ってくれる。どうって、適当に手に入ったものを食べてるぜ。俺は肉さえ食えれば文句ねえけど。好きなものを食べられるのは幸せなことだ。だがそればかりでは体に良くないぞ。なあ、野菜も食えって当たり前じゃない。なるほど偏ってるのだな。まあ好きなものを食べがちではあるかな。わかった、お前たちが健康でいられるよう私が面倒見よう。こう見えても料理の心得はある。へー、だってよかったね、ロウ。まあ野菜生じゃなくても。いや、あんたの方は何か思うところは。すごいドヤ顔でビーフシチュー作ってた彼女のためには良い。そういう意味じゃないかそういうことじゃなくて、あんた自身の話だ。私の？まさか料理の腕を当てにはしていまい。レナってこんなのばっかりリムル、死を見ながら。心配せずとも戦力としては存分に働くつもりだ。レナの同胞が相手だろうと手を抜くつもりはない。別に疑ってなんかない。ただ一緒に行動する以上、互いのことをよく知っておくに越したことはないだろう。あまり期待しないでもらいたい。己自身のことさえ往々にしてわからないものなのだから。そうだね。はい、レナ人の本音ですって。考え込んだりして何か問題とか。いや、君たちの礼儀作法についてな礼儀作法か。礼儀作法、これは耳が痛い。率直に言って君たちの武作法ぶりはいささか目に余る。優雅でないと。率直すぎるだろっていうかそれ今必要な話かよ。私からすると武作法は目にするだけで落ち着かない気分になるのだ。なるほどね。そう言われても奴隷の身じゃ身につける機会なんてなかったしな。具体的に何気になってる。ああそうそう、こちとら生き抜くので精一杯だったんだ。君らと同じダナ人でもキサラは一通り習得している。そりゃ宮廷勤めじゃん。この兵として学ぶ機会と必要がありましたから、うん、こう言ってはなんですがメナンシアはかなり特殊だと思います。俺もメナンシアを基準にするのはどうかと思う。そうだそうだ他の国のレナの支配体制も考慮しろよな。確かに君たちの言い分に理があるな。対等を装いながら私はどうやら無意識に君たちを見下していたらしい。いや、そこまで固い話をしているわけじゃ。以後は気をつけるとしよう。それはそれとして礼儀作法を覚えるのは悪い話ではない。よければ野営の最中に基本だけでも教えよう。遠慮しておくよ堅苦しいのは性に合わないんだ。そうか逃げてる。君はどうだロー、まずはこの意識を改めるところから始めないとダメか諦めないのですね。いや、
なんかティオハリムがさ入ってくるときさ何話すんだろうってすごい心配してたんですけど、なんか安心しました。よかった、ちゃんと自分の立ち位置を確立してきた。どうしたアシオン、あ、大丈夫？なんだ？みんなちょっと待ってくれ。何が見えた今？どうした？まだいけるぜ。鎧が重いんだ、少し休みたい。休じ。わかった、私もそろそろ休憩したいと思っていたところだ。なんだ貴様まで。こんなところで道草を食ってる暇はないわ。ミハグサイルの主婦ニズまで休まず進むべきよ。誰が倒れても他の者を煩わせることになる。ましてお前の場合、運べるのはアルフェンだけだ。休めるときに休むといい。な、ああもう俺が休みたいんだ、それでいいだろう。ここから一歩も動かん。余計な気遣いは迷惑よ。迷惑って、あのな、俺は別に。また始まってしまった。そしてみんなスルーしてる。ん？はっ、なんだ、一回出てきた、出てきた。え、何の人？探したぞ。誰ですか？お前は。カラス。早っ。この動き気持ち悪い。さすが。うわ、とう。身のこなしがすごい。マントの物理演算すげえ。何者だ？探したと言ったな。俺のことか。ねえ。うましき命。何？求めるはそれのみ。え、戦うんだ。なぜ？今私誰だっけ？あ、ロー。戦う。お前は誰なんだ？いてつく氷の槍よ。いつも助かっとります。なんだ、いつも助かっとります。あの人死んだ、どうするこれ。私に任せて。びっくりしちゃった。全然減ってないよ体力。うわ、重いね。ナイス。ナイスだ。おお、連携。なんだぞ。うわ、痛い。ちょっと待って、女の子ですよ。うわ、容赦ない。仕事してくれんの。フルルがおこです。これはふやー気絶した。アルフェンかっこいいね。その程度か。もういい。死ね。おお。おお。こわ。それはどっち？貴様は割れる方、どっち？待って、前も光った。なんでそんなことになってるんでしょうか。
力なんだ。また来る。散々書きましといて。シオン、おい、シオン。浅そうではあったけど刺されたね。アルフ。シオン。掴む力が強いわ。あ、すまない。あ、ジオハリムさん、回復は？大丈夫だから。大丈夫やん。あ、自分でやるの？大丈夫？本当に。なんとか急所外れたみたい。本当。急所って。そんなどう見たってさっきは本当に大丈夫だから。なんか大丈夫信じられないんだよね。なんであんな無茶をしたんだ。あなただって私をかばおうとしたでしょ。俺には剣がある。お前は違う。違わないよ。今は良くない。なんでもないわ。ただありがとう。どういたしまして。俺はどういたしましては。まあいいさ、無事ならそれで。これあるってん。今の人は新キャラ？なんかお母さんっぽい人つってんなと思ってたけど。え、何？え、今のシオンだった？アルフェン。いや、あ、そうよね。なんか前に最初会った時にしつこいくらい師匠に会ったことあるって聞いてたもんね。あいつまた来るとか言ってたし、とりあえずここを離れた方が良くない？マジ？それが賢明だな。シオン、本当に大丈夫か？いや、みんな立ってかっこよかったけど、何なんだろうあの人。シオン、本当に傷は大丈夫なのか？ええ、治癒術もかけたし。すごいな。傷跡も残ってないわ。けど剣があんなに深く刺さって。本当に大丈夫よ。それとも幽霊にでも見える？いや、そんなことはないが。毒とかないのかな。呪いとか。心配してくれるのはありがたいけど、本当大丈夫だから。シオンが刺された時、妙な光が生じたな。白い方？敵はそれを見て退いたようにも見えた。アルフェン、あれは何だったのだ。光？わからない。俺はただ無我夢中で。考えてみれば炎の剣のことといい、何者なのだ君は。リンウェルのようなダナの精霊術使いなのか。アルフェンは記憶がないんですよ、ティオハリム。それに今はここを離れるのが先決です。そうだったな。失敬した。ミハグサールの主婦ニズはもうすぐだ。運が良ければシオンもそこで休めるだろう。うん、よかった。なあ、見えない心か。今鳴らす字なんだ。ないんだまだ。何だったんだろう。なんかよくさ、ステイルズってさ、変態さんが追いかけてくるってイメージあるけど、なんだろうね。いいか、スキッと見えない心。さっきの戦いで受けた傷、もういいのか？ええ、この通り大丈夫よ。厳しいと思ったら後ろに下がってくれ。殴り合いならこっちで引き受ける。守られるために一緒にいるわけじゃないわ。そうは言ったって、得て増えてってもんがあるだろう。私が痩せ我慢しているようにでも見える？俺は痛みを感じない。でもシオンは違うだろう。気遣いは感謝するわ。でもあなただって不覚を取ることはあるはずよ。私だけ過剰に扱うのはお願い、やめて。みんなにそうじゃない？違うんだ、俺はただ思い出せない。なんかこうシオンが気にかかる
気持ちの話なのかな。いやアルフェン、そのたびたびデッカ面の時もそうだけど青く光ってた時あるし、もう第一過去がわからないっていうのがね、しシオンもね、全員すると倒してどうするのっていう話でもあるし、まあわかんないことが多いっすね。こんなもん。ここはよし、じゃあ次行こっか。次のマップでも行っちゃうの？次の国、これ国？おお、あー、なんか全然思ってたのと違うんですけど。ニーズ、なんでこうなっちゃったの？紫っておどろおどろしい。本当にここなのか？あれほどじゃないか。え、結構なんか火事あったばっかりとか、そんな感じじゃない？ミハルサルの主婦ニーズ、そのはずだ。まるで人気がありませんね、建物も。ああ、人が住んでいる気配が感じられない。兵士、ダナ人、どちらも姿が見えないな。作りから察するにレナ人の区画のようではあるが。おー、ねえ、縄文に描かれていた絵、あれ漆黒の翼の紋章だよ。出た、ダナの昔話。フクロウと松明で悪い王様を退治する勇者の、その勇者の紋章だった、間違いないよ。ダナの、そんなものが書いてあるってことは、つまり、うん、もうこの町はレナに支配されていないってことだ。あ、それで襲撃受けた系ってこと？自力でスルドを倒したというのか。あ、あ、そう。にわかに信じがたいが。あ、そっか、これシュートだもん、ね、この町の様子とは符合しているな。誰かいないか探してみよう、うん、何があったのか聞けるかもしれない、うん、噂がね、流れにくいもんね。ひどい有様だな。本当に誰もいないのか。漆黒の翼枠が出てきましたね。スキット、足の惨状。壊されたのはつい最近みたいだな。でもそれならダナ人もレナ人もここに住んでた人たちはどこに行っちゃったんだろう。もし本当にダナ人が蜂起を起こして勝利したのだとしても、誰もいないというのは不自然ね。うん、この瓦礫、レナの精霊術の仕業か。どうかな。それにしては壊れ方が画一的すぎる気もする。リンベル、さっきの漆黒の翼の話、悪い王を退治するのは炎だったな。炎か。うん、そうだよ。炎か、うん、そう言われりゃ焦げたような跡もあるな。ね、煙も出ている。誰か見つけて話を聞ければ早いんだがな。道すがら探してみよう。うん、セイライ殿様。デュオハリム、昨日火の始末を忘れてたぞ。その話？火の始末。ああ、火を消すということか。ちゃんと消しておかないと火事の原因になる。なるほど、申し訳なかった。気をつけよ。なんか自分で火を消すって発想自体がないって感じか。それより上着の留め金が外れかけていますよ。ああ、おかん。試したのだがどうもうまくはまらなくてね。背中はちょっとやりづらいよね。レナって身支度もろくにできないの？スルドは身の回りのほとんどを世話係が行うからな。不慣れなのは仕方ないといえば仕方ないんだ。環境のあれだよね。だとしても少し度が過ぎる気がするわね。確かに同じレナ人でもシオンは誰かの世話なんて必要としないもんな。私の場合はそうせざるを得なかったというのもあるけど、だとしてももう少し自分でできるようになるべきだわ。うん、具体的に何を覚えればいいのか。さっきまで作法を言ってたのに。まずそうですね、服の着方、靴
靴の履き方、髪の整え方、なるほど、私物のまとめ方、私物のまとめ方か。世話係っていうより母親みたいだ。ああ、確かに。そういえばリンウェル、君のフクロウだが。話変えた。羽の生え変わりの時、その抜けた羽を譲ってはもらえないだろうか。何に使うの？そんなものどうするんだ。ペンに使うの？それで作った枕は最高の寝心地らしい。最近どうも寝つきが悪くて。何年かかるんだよ。やっぱりレナなんて大嫌い。何かまずかっただろうか。とりあえず身の回りのことより先に空気を読むことを覚えてください。いや、私だったら別にそのプルルの抜け毛でしょ。だってむしろ私も気になるから、うん、一緒に集めてみようぐらいなノリの良さだけど。なるほどね。といったスキットを見つつ、さて、あ、こっち側が目的か。じゃあ目的じゃない方にとりあえず足を運ぶのが RPG プレイヤー。なんか魔女っぽい趣あるよね。あ、風力発電。そっかそっかそっか、風の都だからか。曲がなんか不思議。でもこの漆黒の翼の旗って、おお、びっくりした。ローズコサージュ。プルローズか。なんかライラにつけてたな、わし。アタッチメント、でもこれ頭の上につける。お、いいじゃん。もうちょっと1変えられないんだっけ。1変えられんのか、今回は。変えられんよね。あ、ポーズ変えられる。へえ、いいね。でも私これすごい普通になってるけど、これよね、一般的には。もうこれやな、私は。ピンクも可愛いけど、うん、これが一番好き。あ、回復しとこう。森もにぎわってきたかな。あー、最近行ってないね。まあ、メナンシアもメナンシアで好きだったけど、ここもここで、よき。これなんだ、闘技場かなんかの場所。鍵がかかっちゃう。走る。なんかズタズタ？なんか、剣とかじゃないよね。獣の系なんかな？ズーグル系？風車なのか。ああ、これね、とんでもない大きさだな。大きい。風の精霊力を集めるためのものでしょうね。大きいのも当然よ。谷だね。10年前ぐらいだけど、ゼノブレードの Wii の公式サイトがこんな景色だったような気がする。こっち住宅街、さっきもそうか。めちゃくちゃ趣あるんやけどさ。でもこのツタはもう元から空を待ってるよね。こっから先が目的地。誰かおる？噴水だ。広場なの？お、イベント。止まれ。はい。動くんじゃない。上から？囲まれているようだな。マジ？何者だ、どこから来た。誰だ、姿を見せろ。なんか雰囲気だなっぽい。尋ねているのはこちらだ。おかしな真似はするな。こっちはお前たちを吹っ飛ばすことだってできるんだ。アルフェン。俺はアルフェン、カラグリアから来た。アルフェン、炎の剣のアルフェンか。お、
ずいぶん有名だな。ね。これがその証だ。それとも家の一つも焼き払わないと納得しないのか。わかった。それには及ばん。おお、出てきた。漆黒の翼のバイフォンだ。おお。いきなり落としたりしてすまなかった。いやいや、しょうがないしょうがない。だが今は敵の残党を警戒しているところだな。ファーストエイド。誰もがピリピリしている。どうか勘弁してもらいたい。うん。残党。それじゃあ本当にあんたたちだけでスルドを倒したのか。ああ。え？奴らの武器を大量に奪えたのが大きかった。あなたがここのダナの長なのか。いや。俺はただの指揮官の一人だ。うーん、狩猟はデダイム。会いたいなら案内しよう。ただ、ああ、噂には聞いていたが、本当にレナを連れているんだな。ダメ？わかるだろう。我々はやっとの思いでレナとの戦いに勝利を収めたところ。気持ちは良くないか。誰もが連中に敵意を抱いてる。デダイムはその最たる部類だ。どこかで待たせておいた方がいい。分かった。そんなことはできない。あ、できないんですね。それにバラバラになる方がむしろ危ないと思うよ。あ、確かに信用しきれんしね。忠告はしたぞ。我々の本部はそこだ。まあ本当にスルドを倒したって言うんだったら私は別に構わなかったのだがな。アルフェンが嫌な。あなた一人の問題ではないでしょう。確かに。あ、確かにって言えるようになっている。戦いに勝ってもそれで終わりじゃないってか。ああ、ここもいろいろありそうだ。本当に倒してるんだったら別にいいと思うけど、まあとりあえず話を聞くのは大事。すげえ武器だ。これだってレナの武器じゃん。一番最初にシオンが使ってたやつ。奴らの武器を大量に手に入れられたって言ってたもんね。